カリソケ研究センターは、絶滅危惧種のマウンテンゴリラを研究する施設の研究所。ダイアン・フォッシーが代表を務め1967年9月24日に設立した当時の所在地は、ルワンダの火山国立公園であった。調査地は、同国最高峰カリシンビさんからその北東のビソケ、サンマウントビソケに渡る地域で、施設名はそれら2つの山の名前を綴り合わせて、 命名された。ルワンダの地図。1990年代末まで研究センターは、南位1度28分25秒統計29度29分07秒、南位1.4736度統計29.4854度、マイナス1.473629.4854の地点にあった。フォッシーが百八十五年十二月に殺害されると、キャンプ運営に、 ダイアン・フォッシー国際ゴリラ基金が当たり調査研究を続ける。ルワンダ内戦を挟んだ2012年には本拠地を森林地帯からルワンダ北部の集積地ムサンツェに移転、施設の近内化を図った。フォッシーが建てた研究所跡は植物が生い茂った廃墟となり、マウンテンゴリラ研究に専念する最初のキャンプというフォッシーの記念碑、作品として記憶される。 当センター開設の同期には指導教授のルイス・リーキー、博士の警告により、ホッシーが抱いた器具があり、マウンテンゴリラの絶滅が20世紀の終わり以前に迫る可能性が懸念された。生息数400以上、500個体は20年後の1981年の調査で242個体に減少に縮小している。1985年に没死したホッシーが、 リーキーの話を聞いてから45年を経た2010年、現在、ビルンガ山地に生息するマウンテンゴリラはおよそ480頭という記録がある。当センターは、ルワンダ内戦や、正常不安を経験しながら活動を拡大してきた。ルワンダ大量虐殺と内戦の期間、施設は閉鎖されている。現地の職員の大部分は避難し、あるいは国境を越えて難民となり、 今後民主共和国に逃れた。委託を受けてゴリラを探索してきたトラッカーと呼ばれる人々は、ほとんどが家を割れ、財産を失い、中には目の前で家族が殺害された人や、避難先から帰国後に投獄された人もいた。ルワンダ人職員は混乱の時期も機械を捉え、ゴリラの監視を続けた。内戦中、ゴリラを食肉にしようと密猟者が罠を大幅に増やしても、 ゴリラは良好な状態で生き残った。1998年までに、当センター駐在員は5回避難し、施設の破壊は3回、再建は2回、最終的に本拠地は人の集まる無産性に移転する。困難の中も、地域の自治体や他の自然保護団体との提携関係を増やし、新技術を取り入れて、科学研究の能力向上を続けた。 ビルンガ山系に生息するマウンテンゴリラは当センターの積極的な保護策を受け、類人ザルとしてここ数十年で唯一数を増やした。研究と保護の実践は広い範囲にわたり、ゴリラを対象とした毎日の観察、科学研究課題との取り組みに加え、地域住民に向けた教育イニシアチブ、さらに周辺コミュニティの健全性の維持と開発事業にも取り組む。 マウンテンゴリラとその生息地に関する情報は1967年設立から危険のない量に蓄積し世界の科学者や研究者を引きつけてきた。当センターはゴリラと地理的に近い地域住民の雇用の場として社会経済的な価値が高く就業者は100人超で大多数はルワンダ国籍である。その過半数はセンター本来の活動を支えゴリラの研究、 保護、監視が担当業務である。他の職種には、研究職の支援として、生物多様性と社会経済の課題があり、加えて、周辺地域の教育や健康及び施設管理を行う。上位機関のダイアン・ホッシー国際ゴリラ基金は、当センターの活動の柱に、地域社会への貢献すなわち教育や健康管理、経済開発を挙げる。 環境保護教育を主題とするプログラムは対象を地域社会の小中学生から大人までに広げ様々なメディアを活用して取り組む。同基金は火山国立公園に近い学校や診療所を改修してきた。また人間からゴリラへの病気の感染を減らす目的に添い、きれいな飲料水の確保、寄生中傷の予防と治療プログラムを支え、 地域社会の生活の質を向上させようとしている。アメリカのテレビ番組司会者で社会活動家のエレンでジェネレスの寄付により同基金の高級的な活動拠点をルワンダに建設する計画がある。同キャンパスはマウンテンゴリラの保護を支える科学者が使えるように設計し、キャンプとは異なり常設の予定である。ありがとうございます。